何？岡田さん辛いもの得意って言ってるじゃないですか。うん、めちゃめちゃ得意やね。ほんまにもう辛いものには目がないというか。うん、逆に俺はもう甘いもんがもう苦手やね。めちゃくちゃ苦手。甘いもん見るだけでなんかってもう幼稚園ぐらいからなってたから、ね。うん、だから俺雪の宿のあの雪の部分剥がして食うてた。うん、宿しか食ってない。俺宿だけ食ってた俺。いつも。それぐらい甘いもん苦手で辛いもんねめちゃくちゃ得意、ね。そう。なんやねん、どうしてそれ。お母さんに食べてもらったものがあってこちらなんですけど。うん。辛口チゲ風。うん。なるほどね。いやこれもう余裕やろ、ほんまに。これむちゃくちゃ余裕やん。毎回なんか言ってるけど、いやしかもこれ今回辛口やないか、ただの弱い弱い弱い。何これ辛口って。弱いって。大地獄とか来てももう天国やってんから。日常やん、もう辛口って。なあ、辛口こんなんペロッといけてまうで。ほんまに。じゃあ早くとソース、ふりかけやん、赤いふりかけやな。はいはい、なるほどなるほど。ええ感じやん、なんか。うん、これもニラと豆腐と。3分、なんかワクワクしてきたな、これ。悟空やったら言ってるやろ、これ。なんかワクワクしてきたなって。なんか悟空言ってるよ絶対これ。それぐらいワクワクするの俺。早く食べたい、とにかく早く食べたい。じゃあちょっといただきます。ソースないじゃないですか。ああ、ちょミスった。いつも俺そば食うときまず何もつけずに食べるの習慣にしてるから。え、何、あ、いい、もう入れていいってこと。俺習慣にしてんねんそれ、何もつけずにみたいな。そっからめんつゆつけたりお塩つけたりしてこう楽しんでいくのよ俺。いただきます。ベリーうまーば。うまいんですけど。嘘、これこんなうまくていいん、マジで言うてる。嘘、こんなうまいんかい。めちゃくちゃ泣いてるじゃないですか。いやもう感動して超嬉しくて、なんか丸か職員もいろいろ問題とかあったけど、こうやって復活して世の中を変えよう思って、世の中を変えよう思って。焼きそば半端ないって。焼きそば半端ない。またまた一面や、まだ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 一面や。俺握手してもらった、どう。嬉しい。いや美味しいのよ、ほんまに。歴史も感じるし、ただなんか足りひんねんな、なんか足りひんのよ。なんか足りひんのよ。豆腐がね、ちょっとちっちゃすぎる。もっと入れた方がいい、豆腐。あ、最悪や。もうえって、不器用やって、もう。ほんまや、もう。不器用。うん。ありがとう、豆腐。おいしいわ。うまい。だいぶマシになった。マシマシになった。量が。ボリューム感。やっぱ大事なボリューム感やね。うん、こんなゆっくりしてていいんやったっけ。あ、やば。あかんやん。ちょ、いかない。え、何時までやっけ。ちょ、もうこれ夜食べるわ。夜食にします、これ。え、やば。頼まれてることあって。うわ、最悪や。もう無理じゃん。間に合わんのちゃう。え、いける。
な袖でも全然寒ないけどな得意やから俺寒いところも逆に暑いところも得意やしな辛いのも得意やしなまあ行ってくるわちょっと遅れますすいません